ではこの間、まあ、バロ部門全員とうんこちゃん、もうなんか顔出して全員ズームで会議したんだよな。な内容は言えないけど、なんかうんこちゃんが最強って言われる理由が分かったわ。本当に加藤純一最強だった。あれはもう素晴らしい。本当に最強です、あの方は。コケさん、コケさんは別に普通だったな。別に普通だった。よう、カメムシって何のこと、ごめん、カメムシって何、何ですかカメムシって。お前今アセンダント3なの知ってるぞ。え、なん、ごめん、何のこと言ってんのみんなは。話は通じねえや。何のこと言ってんのね。なんかアセンダント隊のザコどもボコボコにして上がっときました。トモさんとやってない。そう、上がったから自慢しに来た。いや、この両津勘吉ってやつやってる。こいつと言おう、もうこのキャリア全部そう、両津勘吉やってる。本物、そう本物。自称プロなのにイモータルって嬉しいんですか。死んでください。